木村貴樹です。音楽には様々な力がありますよね。落ち込んでいた時、ふと耳に入ってきた曲に元気づけられたり、お気に入りの歌がテンションを上げてくれたり、他にも10年前の歌を聴くと自分もふっと10年前に意識が戻ったりすることありませんか？音楽って不思議ですよね。皆さんが元気づけられる音楽はどんな音楽ですか？また、癒される歌はどんな歌ですか？俺と恋愛してみない？どんな時でも恋をしたい。私を姫のナイトにしてくれませんか？僕と付き合ってください。わしと墓場まで行かんか？どんな年齢でも恋をしたい、そんなあなたにお送りする全年齢対象恋愛シミュレーションゲーム、ゆりかごから墓場まで、今世紀末発売予定。早く俺のものになれよ。